結婚するの。いやまあ止めはしないけどさ。さあその結婚を目指して戦ってもらいましょう。掃除 VS ナオ、アラクネ VS ライチ。まずは掃除選手バックジャンプでバリアガード張って逃げていく。さあしかし着地を捉えた。ナオとライチがワンコンボ決めていく。さあ飛び道具重ねてパクっていく。しかしそこもことごとくガードでしのいでひたすらチャンスを伺っている掃除選手だが、ここで痛いのカウンターもらってしまった。こっからのコンボはこっそり減るはず。あっという間に4000オーバー、4700、まだ入る、4800、さらに大車輪で奥攻めまでセットプレイだが、うまい具合に逃げてきた。アラクネは一瞬バリガで四つに、まだラッピンゲージが溜まってない後に非常に苦しいが、投げを外す。防御性能はピカイチ。しっかり外してチャンスを伺う掃除アラクネだが、なかなかこのワンチャンが来ない。何事もなくナオライチがまずはラウンド取ってきた。さあ会場から掃除さんバキュームだとアドバイスが飛ぶが、さあ消えるか。いや違う、棒が当たってサイドされる。しゃがみしいねタイプ。そっからラックインゲージを溜めていく。しっかりとそリバサのツバメ返しを読んで掃除トレインで返してきた。さあ危ない、スパザ使いだがお互い捉えられず、逆にジャンシーでまた行く。さあ一通が上に出しちゃった。さあきっちりとしのいでいる掃除選手、ひたすらやらしくやらしく立ち回っていきたい。さあこれ中断通って、さあ虫が飛んでくる、裏回りで補正切り引っかかって、こっからのコンボ精度はお墨付き。きっちりと落としてきた。死体の売りもバッチリ懲り強いよ。さあ最終ラウンド、さあそこ2つある掃除アラクネ、これをどう切り抜けしていくのか。ナオライチ、さあ中段もバリガでしのいでいるが、さあこれ横から押していく掃除選手、これは一気に叩きかけるか。クーロギョ発出、一旦距離が空いて様子見。しかしとことごとく迎撃していく掃除選手が、ジャンプミーだけでほとんどの技を返しているように見える。固めて一旦逃げて、さあここで霧がついて虫がつく直前でバット。さあ掃除が、さあ空投げで落としたが楽器がついてる。すぐそのバットを使って、さあ虫の攻撃が始まる。引っかかれた、まだ痛みが入ってない。ガチャで返して、なんとか虫をさらつつ次を狙いたいナオライチ。しかしここで一発、最後の一発が決まって虫のゲージを解消しなかったか。まだ2割程度。さあ空投げで落として、さあ棒で追撃、アドリブをきっちり通してきたナオライチ。中段もガード、中段ガード見えている。15秒この時間どう逃げる掃除選手、中段ことごとく見えている、見えている。金馬で逆にダメージを取りに来た。あとは2秒、1秒逃げるだけ。掃除選手が先鋒戦取ってきた。さあ出てきた大将。